ののものであり1966年9月12日に打ち上げられたジェミニ11号の目的は、ジェミニ10号に引き続き、月飛行計画に向けての技術開発の一環として、軌道上における、ランデブー及びドッキング、さらに船外活動にあった。アジェナ標的機器の打ち上げジェミニ11号の打ち上げに、先立ち、ケープカナベラル空軍基地 LC-14。 発射台より、アジェナ標的機器が1966年9月12日13時5分1秒、アトクに打ち上げられた。この打ち上げは成功し、遠地点 307.1km、近地点 289.7km の軌道に投入された。その後、ジェミニ11号が、タイタン 2GLV ロケットを用いて、 1966年9月12日14時42分26秒、アトくに、ケープカナベラル空軍基地 LC-19、発射台より打ち上げられている。ジェミニ11号は打ち上げ、約1時間半後には、アジェナ標的機とのドッキングに成功している。打ち上げ24時間後から1回目の船外活動を行っている。搭乗員のゴードンが、 実験などの船外活動を行った。ただし、ゴードンの疲労が激しく33分間で打ち切られ、すべての実験を消化することはできなかった。打ち上げ40時間30分後に、アジェナ標的機のエンジンを用い軌道変更を実施している。遠地点 1374km の軌道であり、これは当時、友人で到達した。 最高高度でもあった。3時間23分後の再起動修正により、遠地点 304km の軌道に戻っている。また、打ち上げ後47時間7分後からゴードンが2時間にわたって、2度目の船外活動を行った。船外活動終了後、ジェミニ11号は、アジェナ標的機とのドッキングを解除し、テザー試験を開始している。これは、 ジェミニ宇宙船とアジェナ標的機の間を約30メートルの紐で結び、軌道上の微小重力を用いたテザー推進により姿勢制御を行う試験であった。この試験は打ち上げ53時間後に終了している。大気検査突入はアメリカ合衆国の宇宙計画で初めて完全コンピューター制御によって行われた。 打ち上げ71時間17分後に、バハマ沖の大西洋上、教襲揚陸艦グアムから 4.5km の地点に着水、回収された。アメリカ国防総省もジェミ二1一号の支援について、おり、自九9054名と航空機73機、艦艇13隻が投入された。ジェミ二十1号は、カリフォルニア州ロサンゼルスのカリフォルニア科学センターに、 保管展示されている。ありがとうございます。